待たせたるわね。トップバッターは当然私。さあさあ、いよいよ2周年当日まであと9日なりきよ。みんなには今までの応援を感謝するとともに、今後の応援もお願いすることよ。そしていよいよ横から溢れたもう一つの魔術師の夢が動き出しけるわ。どうするアレイスター。2周年当日まであと8日。プランへの協力、皆には感謝をするとしよう。いずれの横槍も吸収できるよう、プランは引き続き進行中だ。さて、あちらが何を考えているかは置いておくが、こちらも手の内を出していくとするさ。あと7日で2周年当日。なかなかのロマンを感じるね。これでも長く生きている年長者でね。そんな私からもお礼を言わせてもらうよ。ありがとう。さて、明日は私よりももっと長い時を経た彼からのお礼のようだよ。あと6日で2周年当日らしいの。わしらにとってみれば生じなれど、主上には感謝せんとな。ほれ、明日の挨拶も期待するとよいぞ。当日まであと5日。いいじゃんいいじゃん、みんな頑張ってるね。えらいえらい。これからも応援してくれないと。元魔人が黙ってないってさ。2周年当日まであと4日。このタイミングで私からの挨拶とはな。まあ、私の理解者たる人間はまだまだ退屈させぬようだし、応援感謝するさ。さて、明日はそろそろ何やら面倒事を持ってきそうなもう一人の魔人からの挨拶だ。さて、2周年当日まであと3日ってところね。ちゃんと崇めてくれているのかしら。僧侶もニャンニャンも上機嫌みたいだし、私からもお礼を言ってほしいのでしょ。さて、明日は傍観者である魔人の私たちの人選にかなった彼からの挨拶よ。2周年当日まであと2日。レベル0でもやっていけてる俺からも挨拶だ。長いようで短い期間、ここまでの応援みんなありがとな。明日は俺としても恐ろしいことこの上ないあの怪物からの挨拶だってよ。明日が2周年当日なんだろ。ありがとうよ。ちっ、言わなきゃあいつがうるせえんだよ。まあ、これで俺のノルマは終わりなんだろ。それじゃ、そろそろ出番だぜ、ヒーロー。祝2周年みんな本当に本当にありがとうな。明日からの挨拶はちょっと趣向を凝らしたクイズ形式になってるぜ。楽しんでくれよ。そしてこれから3周年に向けて
科学と魔術が交差するとき、物語は始まる。やっほー、2周年ありがとうございます。私たちも頑張りますから、今後もよろしくお願いします。さて、スペシャルプレゼンターはすごいですよ。ウイハルとも初めて会った時はびっくりしたんですから。お話しする時は細かいルールとかあるみたいだし、いやー、やっぱり時話題ってすごいですよね。2周年、クソご苦労だな。ただ俺もまだ本気じゃねえ。今後を見とけよ。で、スペシャルプレゼンターだ。なんで俺が格下のランクを紹介しなきゃなんねえんだ。金髪ってのはなんだか生意気な気がするしな。ガキはガキ同士で相手させとけよ。2周年本当にありがとう。みんなの応援嬉しいわ。私ももっと頑張らないと。さて、スペシャルプレゼンターはなんだか恐れ多い人みたいね。気をつけてね。それにしても時話題にはいろんな人がいるのね。やあ、2周年とはめでたいね。応援ありがとう。そしてもちろんこれからも応援よろしくだけど、私のことは、そうだね、大発生祭の時のへそ出しカチューシャと覚えてくれても構わないけど、スペシャルプレゼンターは例えるならば機械に弱い間抜けな女子大生になりそうなやつかな。おお、まさかの2回目登場だぜ。3周年に向けてこれからも応援よろしくな。スペシャルプレゼンターは詳しくは知らねえが、俺はもう見た目には騙されねえって決めてるんだ。美人に見えて力がゴリラ並みってこともあるしな。レベル5なんてろくなもんじゃねえ。2周年、ここまでの応援ありがとう。月並みだけど、これもみんなのおかげよ。スペシャルプレゼンターは、私からは紹介したくないわね。それにしてもあの感触、実際あそこまで差があるとは。2周年ですの。ここまでのお姉さまと私への熱い応援感謝いたしますわ。そして3周年、いえそれ以降、とわに続くお姉さまと私の愛のメモリーをよろしくですの。スペシャルプレゼンターは、以前まではお姉さまとギスギスしていたはずのあの女ですの。あら、2周年のお祝いだなんて随分とおめでたいのね。正直私にはあんまり関係ないと思ってたけど、そういうわけでもなかったわね。応援ありがとう。スペシャルプレゼンターは、そうね、私にとっては旧敵ね。私、食宝美咲なんだぞ。もちろん当然分かってたわよね。2周年までの応援力に感謝するわ。
そしてこれからも応援もっともっとよろしくなんだぞ。明日からまたクイズが始まるみたいだから、ちゃんと毎日来て正解を目指すといいわ。やったね、2周年おめでとうなんだよ。みんな応援本当にありがとう。スペシャルプレゼンターはいっつもイライラしてる彼女なんだよ。でもここだけの話、トーマにもイライラの原因はあると思うんだよ。いつも応援ありがとうございます。2周年を迎えられて私も本当に嬉しいです。スペシャルプレゼンターはいつも大変そうです、いろいろと。ちなみに意中の相手に振り向いてほしいからって自ら悲惨な目に遭おうとするのは本当はダメですよ。いや、ここまでの応援ありがとう。そしてこれからも応援をお願いするよ。スペシャルプレゼンターのことはまだよく知らないんだけど、僕みたいなごく普通の高校生とは違うわけだし、いろいろと重圧はあるだろうね。同情するよ。私がこうやってここに登場できたのも、2周年迎えられたのも皆さんのおかげなのです。これからも上里ちゃんともどもよろしくお願いするのです。ちなみに私はウサギグレイを愛してますが、スペシャルプレゼンターもあるカエルを。やほやほ、ようやく2周年感謝してるってさ。ま、私の場合特によろしくしてもらう必要はないけど、クソバカお兄ちゃんは応援してあげてね。スペシャルプレゼンターね、こっちに進んできたら私以上になる逸材だと思うよ。わーいわーい、応援ありがとうって、興奮冷めやらぬ三坂の出番だね。スペシャルプレゼンターは何を隠そう三坂のルーツなのだって、三坂は三坂は確信に迫りつつ、今後の応援もお願いしてみたり。はーい、どうも。2周年まで応援ありがとう。スペシャルプレゼンターね、別にあいつに何か思うところはないわね。私だって暇じゃないし、今さら順位がどうこうも興味ないっつーの。2周年ですよ。とこのミサカは全ミサカが感動に震えたことを報告し、これまでの皆様からのご好意に感謝をしつつ、今後も続く応援を期待します。スペシャルプレゼンターは手間のかかる人です。困った人ですが、ミサカともどもよろしくお願いします。私、三坂美琴。結構簡単だったかな。これからもガンガン飛ばしていくから応援よろしくね。明日からまたクイズが始まるわ。ちゃんと毎日来てヒントを集めてね。やっと2周年か。
ここまで応援してくれたみんなには感謝だな。ただちょっとこの私の登場が少なくないか。まあまだまだ道半ば。今後ともよろしく頼む。スペシャルプレゼンターは魔術の知識量に関して私も一目置くあいつだな。2周年ありがとうぜよ。これもみんなの応援のおかげだにゃ。これからもみんなの思いを一身に背負った俺が活躍するのを待っていてほしいにゃ。スペシャルプレゼンターはネセサリウスとしても関係性の深い人物ぜよ。2周年のお祝いね。みんな応援ありがとう。お姉さん嬉しいわ。そろそろ水着とか披露しようかしら。お姉さんも頑張るわね。あら、スペシャルプレゼンターは記憶力に絶対の自信を持つ人物ね。なんでまた俺が出てこなきゃなんねんで。まあせめて次の周年までよろしく頼む。そんでスペシャルプレゼンターが誰かだと。そんなことも俺が言わなきゃなんねえのか。ちっ、そいつやく俺のことは迷子の人だって。よったく、どういう覚え方してやがんで。どうも。2周年を迎えられて安心してますし、これまでの応援に感謝してるってとこです。これに満足せず次は3周年に向けて頑張ろうと思うんで応援お願いしますよ。さてスペシャルプレゼンターは敵に回した時に厄介だった彼女ですね。出たいことでございますよ。せっかくなので皆さんでお祝いでもと思ったのですが、スペシャルプレゼンターのヒント。そうですね、いつも料理を食べている姿が幸せそうで、見ているとこちらも幸せなのでございますよ。ありがとうございます。こうして2周年を迎えられてとても嬉しいです。我々がこうやっていられるのも支えてくださる皆さんの応援あってこそです。スペシャルプレゼンターはやはりあの子でしょう。元気でいてくれるだけで私は満足です。さて明日で挨拶も終わり。ここまでどうだった？まだまだ知ってほしいことはたくさんあるし、これからもよろしくね。さてスペシャルプレゼンターはあいつ。出会いは訳ありで俺も覚えてないんだけどな。3周年に向けてこれからも応援をよろしくなんだよ。